それでは、これから聞きたいと思うんですけれども、できまして最初は、登壇者の方々にディスカッションいただきまして、半ば頃から会場の皆様ともディスカッションをさせていただきたいなと思うんですけれども、今の藤原氏自体の問題かもしれないけれども、その辺はどういうふうになっているのかっていう、実感として藤原先生の方からちょっと、どういうふうな感じなんですかね。私実は東京大学の本部はこれではなくて、学術俯瞰講義という教養学部1、2年生の、いわば広いバックグラウンドを作るということの講義のアレンジと、それの、ですから企画運営ということをやっております。それを学術俯瞰講義というふうに銘打っているんですが、例えば理系教育、理系分野では数学、物質科学、それから生命科学、それから、文系科目では哲学思想、それから社会制度、それから歴史、地域社会、そういう、分野、それで、プラス情報科学であるとか、少し横断的な文系科目、そういうものを、2年で一巡するような形でやっています。でそこで管理士理系の学生もそこに参加いたします。で一方で例えば非常に典型的なのは数学であるとか生命科学なんですが、これは集まる学生少ない、少ないというのは文系の学生があまり来ないというだけではなくて、他の理系の分野を専攻している学生が少ない。例えば数理科学の講義をやるときに、数学マニアっていうのは必ず社会にも大学にも、一定数いるんですが、比較的そういう学生はきちっと来るんですが、そうではないような学生がなかなか来てくれない、そういうことがございます。これは実際の問題として、そうですね、実際そういうふうなことが大学で起こっているということなんですけども、山脇先生のところはなんか文系理系両方と混ざっているということで、その辺はどういうふうに解決されているんでしょうか。まさにその問題意識で、今から5年前に大学院で技術革新的経営戦略専攻っていうのを作ったんですね。で開けてみると主に MBA を取った方々がいらっしゃいます。でそうすると社会、ほとんど社会人です。で社会人はですね、特に文系の方はやっぱりもう一度科学をちゃんと勉強したいっていう意欲がすごく高いんです。そこでですね、サイエンス科目を3つ作りまして、ナノサイエンス、バイオサイエンス、それからコンピュータサイエンスっていうのを作って、大元に科学はいかにして作られたか、それと数学っていうのを作ったんですね。そうすると、文系の受講者は、少なくとも社会人は、ぜひ勉強したいというふうにしてやってきます。それで、ちょっとしたエピソードなんですけども、一人大阪の社長さんがいらっしゃったんです。で、同志社の経済学部出身で、でその方はもうずっと相対性、ずっと40年でずっとやりたかったのは夢が叶ってた、ありがとうございますって感じで、やっぱり文系の科学勉強したいんですよ。ですからこれは本当に何て言うんでしょうね、リベラルアーツですよね。ですからそういう、もうこの私たちの社会の中には、あるいは人間の中には、科学とか技術がもう抜き差しがたく入り込んでますから、やっぱり知らないで死ぬっていうのはもったいない。だそういう感覚でやっぱりリベラルアーツをもう一度学び直しの機会を与えるっていうのは大事なことだなと思います。はい、なるほど。その確かにその、年取った人は非常に知識力豊富な人もいて、そういうふうな素晴らしいこともあるのかもしれないですけども、北原先生若い人とも結構付き合っていて、そのどうなんですかね、そういうふうに知識力今旺盛なんでしょうか。先ほどの藤原先生の話だったら、なかなかちょっと大学生、東大大学生はそうの難しいところもあるっていう話だったんですけど、そうですね、今私は東京理科大っていうところにいて、理工系の、山総合大学のところにいますけれども、でその今いくつか仕掛けをしてですね、科学と社会の関係を考えるような授業科目とやっているんですね。で、そして全学にそれをオープンにしてやろうとしてるんですけど、いくつかハードルがありまして、それをやるためには各、他の研究、理工系の研究家のまずそのサポートやらなきゃいけない、その手数料が結構ややこしいとかですね、実際オープンにしてるんですけれども、なかなか学生は来ないんですね。で、それはだから大学教育、ひょっとしたら
その前の段階から少しさっきあの杉さんの話がありましたようにこう小中高も含めてそういう隣を見るあるいは別の世界に触れるような機会が必要かなと思いますね。なるほど。その政策的には、まず先生、どういうふうにすればその辺のところ、なかなか難しいんですけど、実はあの私もあの2つの大学で今講義をしてまして、あの1つはもう10年くらいやってるんですけども、その中であの普通に科学であるとか何とか教えるともうそれしかないんですけども、時々あの理系の子たちに何でもいいんで新聞記事を持ってこらせてディベートさせて、そしてそこでディスカッションしたものをちゃんと社会学としてこうプレゼンしてもらうっていうのも結構その中で実は、やってると、もうみんなちゃんとディスカッションしてプレゼンをすると。だから彼らの中にはそういった芽生えというかそれはあるし、それは関心を持って何のためと、逆に先生方の前で言うのはあれだし、我々に跳ね返ってくることなんですけれども、本当であればその科学っていうのは純粋に科学を勉強するというのがいいのかもしれないんだけれども、何のためにアウトリーチ活動をしたり、あるいはマスコミの方々の中に科学を持った方々がしっかりといてサイエンス団体になったりという、科学が一般化されるような社会、そういったことで少し政策を進めていきたいというふうには思っています。そういう中ではその関田先生の科学コミュニケーションセンターであるとか、そういったこういうあばらおばで、しっかりと科学の楽しさ有用性っていうのを伝えていくということが多分重要になってくるのかなと。なんか確かにそういう楽しさとか、得意分野、関心の高い分野というものを必ず把握しておいてください。科学ジャーナリストといっても全てのジャンルをできる人はいません。それから、著名人の方でもそういった分野で得意不得意好き嫌いがありますので、そういったものを自分のように把握しておくということが大事かと思います。それから、まあ、全体としてマスコミ交換をしても、そういった、アレンジの確認だとか、それから、いろんなことをうちのイベントがありますよということです。ただ押し付けはいけません。押し付けないで自分のところに、あ、この人は興味ないな、でもこっちの方が興味あるなと思ったら、他の研究機関ではこういうことやってますよ、こういった研究者も確かあそこにはいましたよということで、科学界全体として私は代表してあなたにいろんな情報を与えてますというようなイメージを出すことが大事かと思います。自分の狭い研究所のことだけ伝えるんじゃなくて、もっと広い、私はあなたに、科学ネタをお伝えすることができるというイメージ、それからネタを伝えることが大事かと思います。それから3番目、まあ、先ほど言いましたバラエティという日本の番組、科学を突然、取り上げることは難しいです。NHK 以外のテレビ局というのはなかなか難しいです。でもそういったところでもですね、やはり科学ネタを取り上げて、やはりいろんな形で、ただそこに仕切りはあります、私どもというかジャムステックで、例えば、まあ、具体的な例を出すと大変失礼なんですけども、フジテレビのですね、サンバのまんまって、あの、ほんまでっかという番組があって、科学者の方がひな壇に並んで順番に何かをネタを言った時、先物勝ち、我先に手を挙げて喋らなきゃいけない場合、これはうちはお断りします。何回か出演交渉でも、今度始まった TBS の100秒博士というものを持っている人はあるかなと思います。ただそのやっぱりバラエティの番組、そっちの方の方が国民の中では多いということ、科学言葉を理解する層よりも、そういうバラエティに見ている人たちの方が大きなウエイトを占めているんだということは、どっかに我々は認識してなきゃいけないかなと思います。それで番組として当然1時間インタビューをしても、出るのはよくて特集で30分ですし、5分かもしれません、3分かもしれません、でもきちんとそこからエッセンスをきちんと伝えて、それが放送されて、まあ、約 60% がその内容から伝えられたら OK だというふうに、そこはやっぱり我々も割り切る必要があるということは、考えておいた方がいいかなと。特に科学の世界、正確性っていうのは大事だっていう人はいますけど、
100% はなかなか難しいということを理解してないといけないと思います。で、まあ我々の方として、待っているばかりじゃなくて積極的に仕掛けるんですが、まあ、岡田さんだと一緒にやってるんですが、我々も逆に研究者こう発表だけじゃなくて広報チームがですね、各研究機関の研究者、こういう研究者がいます、こういうネタがありますというのをテレビ番組の制作だとか雑誌社の人たちとか、フリーのジャーナリストだと集めて、合同機関の売りは何なんだ、今のうちの、一番の、まあ、研究者をお伝えしましょう、こういう研究内容が次すごくいいのが出ますよという話をするんですが、それは研究者じゃなくて広報担当者がいいということは、つまりエッセンスをそこで短い言葉で伝えられるから、研究者としてその後に興味を持ったら取材に来てもらう、番組にしてもらう、まずつかみという、最初にそういったものを伝える、こういうのが大事です。また広報担当者間のそういう人的な交流というのも大事かなと思っております。次回は11月28日予定しておりますので、もしよかったら皆さん一緒に、やりませんかという呼びかけをして、私のお話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。リードも大さんも直接的にコミュニケーションする大さんを説いていましたけれども、どういうふうに具体的にやったらいいのかということをいっぱいティップスをお話ししていただけたらと思います。で、最後事務連絡もありましたけれどもはい、はい、ありがとうございました。また第2部で実施していただければと思います。はい、次はですね、研究者から広報官に転身されたということでですね、基礎生物学研究所広報室の特任助教でいらっしゃる倉田智子さんにお話をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、重要になってくるだろうということを、察知いたしまして、自分の方から署の方に今広報担当が専門職の方でないのですけれども、ぜひやらせてもらえませんかという形で、立候補して、現在に至っています。で、私の興味は、科学と広報と教育、こういったものが私の、なんていうか関心のあるもので、高校時代は、将来の夢は生物学に関わる仕事に就きたいっていう漠然としたものでした。で、振り返ってみますと、その形生物に関わるっていうのが研究者になったり、あと生物の教員になったり、あとは博物館や科学館っていうところに就職したり、いろいろな選択肢はあったと思うんですけれども、科学に、最先端の科学の近い場所で関わりながら教育活動にも関われるという形で、今の職っていうのは非常に自分にとっては望んだ職だったんだなというふうに思っています。で、この映画3人が今広報室のメンバーで、臨終という立場にあります。で、私が広報に取り組んでいる、まあ、エッセンスですけれども、メディアリレーションについては、自分が元研究者であったということを生かして、まあ、研究者の大体の研究内容は把握していますという立場で対応することで、若干、まあ、信頼感を得られているんではないかというふうには思っております。ただいい場合だけではなくて、例えば論文を読んでいて研究者が何々を、発見っていうふうに書いてあるリリースで元の論文を読んでみると、多分そうであろうみたいな結論だった場合に非常に悩むわけですね。これ論文を多分って書いてあって、でもプレスリリースで言い切ってちゃやっぱりいけないような気がするなって言って修正をお願いするような場合もありますので、あまり知りすぎてるっていうのもなんていうか露出に関してはいいことばっかりではないのかもしれないというところです。必ず使う場合にですね、例えば勇気の話をするまでどれぐらい子どもたち中学生理解してるとか、あるいはエンタルピーエントロピーにたどり着くまで熱力学の話をするのに相当時間をかけてかけられてると思うんですよね。でそうすると私なんかそういう課題を設定するときにものすごくその説明だけで時間が終わってしまうことで躊躇するんですけども、一体そういう課題をされるときにどれぐらいの時間説明に当てられて、中学生はどれぐらいのところまで理解したらそういう課題を
導入できるのかっていうのを教えていただきたいです。そうですね、本実践では、とりあえず1回 3時間のなんですが、この1回目のエネルギー概念に挑戦するというところで、まずそのエネルギーって何だろうというところに、まず考えさせました。で、2回目のこの理科が得意な高校生に挑戦するというところでも、これも反応速度論について学んでいるので、前回やった内容を基礎にしてエネルギーと反応速度論について考えるという、こう、まあ、3回立ての3章立ての最後の回として、最終的にそこに持ってくるという形で、前にやったことが必ず振り返り学習として生かされるよっていうのもポイントの一つにしております。ですから、そうですね、3回やってますし、これのには各回事前学習し資料がありますので、まあ、そういった形でやっているという形ですね。大体お答えになってますでしょうか。はい、ありがとうございます。人問題の解決を担うエリート科学者養成プログラム、有明次世代科学クラブの取り組みをご紹介させていただきます。まず取り組みのコンセプトと全体像ですが、本事業はですね、環境問題の解決を担う科学者の卵の育成です。事業内容としては3年間で、まあ、3段階でステップでですね、環境問題に関する学習や問題解決に取り組むということになります。現在2年目で2ステップ目ということになります。体制としてその中心的な役割を果たすのが、この有明次世代科学クラブというものになります。このために、新しくですね、作りました。で、参加している学生は、中学も 1,2 年生、現在全員14名で3年間継続の予定です。2年目としまして、今年1年生が4名新たに選抜で加わっております。倍率は3倍です。スタッフはですね、教員、事務員、あと TA の学生にですね、積極的に参加していただいております。取り組みテーマですが、科学者が通常行う、例えば現地調査、学習、あとは問題解決のための検討、実験装置の設計、制作、データ解析、あとはプレゼンテーション等ですね、これらを一つのテーマに対して1年間を通じてルーティンワークでやっていくと、このことで科学者になるためのですね、キャリア教育になると考えております。まずそのテーマ設定なんですが、地元に密接に関係する環境問題を取り上げています。また継続性、連続性としては1年間継続してその同じテーマに取り組んでいきますので、かなりのその継続性というのがあります。また3年間続けますけれども、3つのテーマはそれぞれにかぶっているというか、つながりがございます。ですので、長期的に見れば3年間かけとなりまして、この異分野のものを3年間続けますので、結果的には学際的な広がりも見込めます。主体的な取り組みとしましては、まあ、答えを与えないと、実験装置を使って実験し、また実験をですね、実験証を自分で確認してですね、で最後まとめ発表までやると。あとその環境なんですけども、そのかなり広い地域から来ていただいております。従いまして、中学校に、1名ほどしかほとんど参加してくれておりません。従いまして、かなり自分はやはりこういう、恵まれた環境で素晴らしい取り組みにその自ら飛び込んで行っているというその意識ですね、そこに特別性を持ってもらって参加していただいております。人数は少人数制で、2グループで現在運用しております。高度なチャレンジが人数が少ないということで可能になります。また、グループ制を作っているというのは、やはりそのグループディスカッションが大事であるということで導入しています。サポート体制なんですが、6名の教員と事務員、あとは7名の専攻科というのが高専の上にありますが、その TA をつけております。従いまして、ほぼマンツーマンの指導ができます。運用体制ですけれども、現在そのメールアドレスを発行しましてですね、ウェブを用いて、その、もちろん講座は当然なんですが、講座に来れない日ですね、月に1、2度しか結局実施できませんので、質疑応答や添削ですね、これをまあ、ウェブを使って有効に行っています。また e-learning というのをですね、新しく用いまして、現在そういうのを使ってですね、その能力の進化に努めております。その他といたしまして、やはりその現地視察、環境問題が問題ですから、現地視察や調査はですね、やはりその活動の、取り組みの、そのライフワークの中に必ず入れるということでプログラムに組み込んでおります。育成対象の生徒 の意欲と能力なんですが、これは応募時です。応募時ですね、確かに応募用紙を見るとですね、環境問題に関する意欲の高い生徒が応募してくれております。しかしですね、かなり程度 の評価の際に、その理数分野の能力も加味して、選抜をしております。残りですね、C から F まで、様々な項目がありますが、これは通常の中学生レベルということになります。取り組みによるその能力の変容になりますが、やはりですね、その、
まとめ作業は研究ノートを作成するということで、やはりその具体的に学習していき能力が上がってきます。またあのその学習する姿勢というのもですね、あのどんどん伸びていきます。またあのディスカッションを取り組んで、あの、まあ、特徴的な活動としておりますので、会を重ねるごとにですね、意見を出し合って、まあ、積極的にその、議論をするという方向に持っていっていますし、あの実際になっていっております。また論理的な考え方っていうところなんですが、まだ入った時にはやはりさすがにできませんでしたけども、その、まとめ、やはりまとめ作業で振り返っていく中でどんどんまた上達して、2年目になればですね、その分上達しているということが見えます。だプレゼン能力ですが、まあ、今回あのどの取り組みもすごい、それぞれ、アンケートを行いました。これはあの全生徒の平均値になります。平均点がですね、大体 4.3 ぐらいになりました。見ていただくと3が中学生の平均値ですので、かなりあのどの、まあ、角度から見ていただいても基本的にはかなりやはり高い能力を有しているんじゃないかというふうに評価をいただいております。またあの自由記述をいただきまして、その中でちょっと特徴的なところをピックアップしてました。あの文章については手を入れておりません。積極的にですね、何事も取り組むようになったとかですね、あとはあのまあやはり理数分野に関する対する関心が高まった、あとはそのやはり能力が優れてないとこれらのことはできないんじゃないかというふうなご意見をいただきました。これがですね、ポスターセッションと実験装置の説明を組み合わせたものを実際に行っております。5パートで5枚のポスターに分けてですね、ブースごとに分かれて説明をしております。またあの B で成果発表会を行いまして、これはあの1人4分です。1年間のものをプレゼンで行いますので、全40分の、かなり長いですねプレゼンリレーを行いましたが、あの無事にあの行ってくれました。また質疑応答にも各自答えてくれております。それからその変容の中でですね、実質的に取り組むというところの、まあ、一例なんですが、その研究ノートを取り組んで取り入れたり、でそれを最近見てみました。どんな状況でノートをつけていますかということで、するとですね、実際にやったこと以外のことを実は自分の家で、このノリのこれ排水なんですが、持って帰って色が変わっていく様子を見つけてですね、それをじゃあどれぐらい経つとどうなっていくのかっていう、その現象を観察し始めたということで、実質的に取り組んでいるという一例を発表しています。この本プログラムでやった内容を発表しているのではなくて、本プログラム以外のことに自分でやってそれを発表しているということで、これを聞きつけるまでに実はびっくりしました。だからこういうところで自分できちんとやってくれてるんだなというのをすごく嬉しく思いました。最後にですね、分析なんですけども、結局その環境問題に対する意欲や興味は向上しているであろうというふうに分析しております。またディスカッション能力もですね、かなり向上してきているのではないかと。また生徒自身での考察の、まあ、進化というところで、やはりまとめ作業とやっているので、ああいったその自主的に研究をやって発表するというところがやはり深まっているんじゃないかと。あとは理数分野の能力の向上は、これはやはりですね、いろいろ、数学的な取り組みや、あと Excel でのデータ処理等を通じて、やはりもうどうしても伸びているということになろうかと思います。あとは、自己評価をつけてもらっています。それを見る限りですね、かなりその理解できてないときはできてないという評価をくれますし、できているときはできているということで、我々自身のプログラムの振り返りにもなっております。パソコンの利用技術の非常に有効になると思っています。これをどんどんですね、有効に活用していきたいと思っています。またプレゼンテーション能力の向上ですね、これはやはり先ほども言いました通りに、機会をどんどん与えてあげると、どんどんこれからも外に出ていきたいと思っています。あとはリーダーシップの向上です。今年から副学年によるグループ制になりました。従いまして、2年生がどうしてもイニシアチブを取って、そのグループの解決、実際に今年から初めて環境問題。それでは後ろの方お願いします。千葉市教育委員会の土屋と申します。今日は参考材料ありがとうございました。一つ確認したいですけども、パソコン事例が、パソコン能力が向上したという事例があるんですけども、もともと彼らは、例えばパワーポイントを事例にとると、パワーポイントが使えない方が使えるようになるとか、それともともとパワーポイントが使える能力があって、それが受けることによって、さらにパワーポイントの使える能力が向上したのかっていう、どういった事例になるのか、ちょっと詳しく教えていただけたらと思います。例えば具体的にパワーポイントでいくと、ほとんど使ったことはありません。ごく一般的な中学生、田舎の方の一般的な中学生がパソコンを使ってできることといえば、インターネットで何か見ると、その辺が、あとはメールで少しやり取りすると、その平均レベルだとお考えください。それが、プレゼンテーションを作ることができるようになってきたと。もちろん我々が研究者が本当に作るようなものはですね、すぐに作れるってできるものではありませんので、当然添削指導が必要になってきますが、それにまず第一歩を入り出して、それを少しずつ今吸収しているというところになります。ありがとうございました。
はい、他にありますでしょうか。それではないようで、なので次の発表へと移りたいと思います。どうもありがとうございました。続いては、筑波大学の発表です。それでは小島様、準備ができましたらお願いいたします。はい、筑波大学の小島です。よろしくお願いいたします。